じゃあこんにちは。まあ体のでかい人は好きですか？好きです。私結構ガタイ人好きだよな。はい、格闘家とか。お、好きです。俊敏とか足技とか。お、だから身体能力が高いやつは好きと。はい、好きです。プロ野球選手でも、はい、身体能力が高い高いって言われてる人たちはたくさん言うじゃない。はい、いやこの選手は身体能力が高いからなとか。はい、そう言いますよね。言うでしょ。でも何基準なんだかちょっとわからないんですけど。まあそれはある程度の成績も加味した身体能力だよね。はいはい、だから結局、うん、打つことも、うん、走ることも、あ、守ることも、はい、まあ守ることっていうのは取るだけじゃなくて肩も含めて、はい、まあいろんな要素を含めて身体能力が高い、うん、そのベスト3をちょっと発表しようかなと。これは現役限らずっていうことですか？あ、だから俺がこう見て感じた選手たちと、はい、これからそうなっていくだろうという選手を3人挙げるよ。お、じゃあどっちからまずいきます？まずはやっぱりこう過去。うん、過去。うん、第3位。はい、松永さん。まあ阪急から。はいね、最後は阪神で終わったけど、うん、まあ、スイッチヒッターで三塁手なんだよ。はい、で右も左も打てて、うん、まあ、30発打てる、うん、で盗塁もする、うん、で守備もうまい。すごい。いやすごかったんだよ。はい、だから目立ってないけどもこの選手はやっぱ身体能力が高いなと思ったよ。うーん、覚えてないだろ。いや私に松永さんはちょっと覚えてない。はい、で阪神行ってFA で行ったんだけどさ、はい、あんまりいい成績が収められるんですね。あ、じゃあ阪急の時がやっぱり、阪急の時はやっぱ抜群な選手だったね。打たしてもスイッチ、はい、守らしてもやっぱこう守備範囲は広く、うん、まあ、取ってから肩がいい、はい、で走らしても走れる、うん、まあ、こういった選手っていうのが俺の中では印象に残ってるし、うん、一緒の時代をプレーしたけど、はい、わあすごいなと思ってたよね。例えば今で言うとどなたに近いんですか、そういうプレースタイルって。松永さんというとスイッチっていうことを考えると、はい、なかなかいないね。右も左もやっぱ打てたから。どちらも打率やっぱりあのまんべんなく落ちてるんですか？いい、まあ、ベスト3だからさ、はい、高橋義彦さんも入れようかなと思ったんだけど、はい、守備が下手なんだよまあショートだったよ。いいですか？まあまあ今度は遊びに来てくれるけどね遊びに来たのかなもうわからないけど、はい、だけどちょっとね守備がちょっとおろそうかあのショートでやっぱエラーしてたからね。結構そうなんですか。よしごさんまたやりましたねって言ったら、いやーめいいんだよエラーはってつきもんだからって開き直りだで切り替えが早いですね。切り替えが早い。もうでも打つのもすごいですね。いやいやもう打つのは、うん、まあすごかったけど、はい、まあ走るのもすごかったけど、はい、松永と比べた時に、はい、3位の松永、うん、これ以上がいるわけだからね。あ、まだ2位1位いるんですね。あの比べると、はい、やっぱ松永かなって。まあでもショートのポジション考えたら吉彦さんでもよかったんだけど、はい、やっぱこう安定とか、うんうん、長打力とか、はい、足とか、まあ、そんなこと考えたら、まあ、足は吉彦さんの方が上だったかも分かんないけど、うん、でも総合的に言えば松永かな。松永さん。じゃあ3位が松永さん。そう、はい、じゃあ2位が。2位は森藤も知ってるよ、はい、おどなただ。外野内野。じゃあヒント。はい、スイッチヒッター。ちょっとさ、いや多いよな。もう内野手結構いますよね。内野手、スイッチ。もっとなんかヒントありますか？もっと、はい、多分森藤が好きな球団じゃないかな。巨人、ヤクルト、西武、近鉄。あ、入ってる入ってる。メジャーは行った。ショート。そう、松井稼頭央さん。そう。あ、もう言う、これは有名ですよね。いや、これはやっぱすごかったわ。そうですよね。ああ、でね、松井稼頭央がなんでこうやって名前がポン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 出てこないのかなと思うけど、はい、やっぱすごかったよ、うん、まず足から言うと、はい、迫力があった。打つ方だと、まあ、スイッチでしょ、はい、まあ、両方ともパワーがあった。うん、だからトリプルスリーやってるもんね。あ、松井稼頭央さん、はい、うん、で肩、はい、150キロ投げるからね。
そう、ピッチャー、どっからピッチャーいるやん。いやだってショートで取ったら思いっきり投げたらどこ行くか分かんないって言うんだもん。だから加減してて145キロぐらいだ。強肩だったんですよね。めちゃくちゃ強肩だし、やっぱその足があるから、はい、守備範囲も広かったよね、うん。まあ、メジャー行って、はい、今西武の二軍監督やってるけど、うん、はい、すごい身体能力だったよ。そうですよね。そして爽やかだし、そこはあんまり関係ないですか。プラスアルファされないんですか。プラスアルファ関係ない。関係ない。ああ、でも同じ豊さんも内野して、うん、まあね、まあ、本業セカンドですけどショートもされてたじゃないですか、うん、その一緒のそのポジションから見てやっぱりすごいってことですよね。いや、すごいすごい、うん、山下さんよりすごいですか。山下さんもうまかったよ、はい、山下さんは柔らかさがあったんだよ。松井和夫は守備に迫力があったんだよ。源田が山下さんタイプだよ、こう流れるようにパーンとやる、はい、だけどその松井和夫っていうのはやっぱ力があった、迫力があった、守備にも。今います、そういう。いや、いないな、なかなか。やっぱりいないですよね。迫力がある選手っていうのはいないよ。ですよね、守備にね、うん、で、まあ、打つ方は、はい、まあ、スイッチに変えたんだけどさ、はい、まあ、左でも掴んでね、やっぱ身体能力が高いと掴むのも早いな、バッティングのなんかコツもすぐできる、コツもあるな、ね、はい、うん、さあさあ1位ですよ、歴代の。これも知ってるよ、森内。私世代ってことですよね。 そうだな。え、身体能力、まあ、監督までやった、監督までやって、うん、もう身体能力したらもう私バク転しか出てこないですよ、バク宙。誰？秋山さん。そう、やっぱり。これはすごいよ。でもやっぱりそうだ、ホームラン40発打って40通りできるんだよ。すごいな。すごいですよ。で、あの守備範囲と肩の強さ、はい、これはね、やっぱ球界でも本当に今までで、まあ俺がこう感じた選手の中で、うん、ベスト3を選んでるけど、はい、過去の人っていうのはなかなかわからないじゃない、はい、過去の人にもいたかもわからないけども、うん、俺は秋山だと思うよ。やっぱりそうなんですね。やっぱすごいよ。だからそのいわゆる40-40をできちゃう選手って、うん、そうなかなか出てこないですよね。いないその40本って40通りできるって能力ってどうなってんですかね。だから身体能力だから驚異の身体能力だ。だ、いわゆるホームランバッターでもあり、うん、足が速くて盗塁もいける。そうそう。で、4番で走れてるという。そんな選手いないですね。いなかったでしょ、はい、で、秋山が出てきて、わーっていう。で、爆中して帰ってくるんですか。爆中して帰ってくる。まあ、爆中は野球選手だったらできる人ってたくさんいる。あ、結構いるんですよ。いや、俺もいる。俺もできたよ。でも腰を痛めてやめたんだけどさ、はい、やめたっていうのは人前では披露してないよ。どこでやってたんですか。どこでやってた。裏でやってた。いや、そりゃね、そんなね、人前ではそんなやんないよ。それで怪我したらどうすんだよ。あ、腰やっちゃったみたいな、すいませんみたいになっちゃいます。できないでしょ。でもそれを秋山さんはね、堂々と。秋山も腰悪いからね。あ、そうなんですか。手術してるから。そうそうそうですか。いや、引退してからね。あ、そうなんですね。バク宙がダメだったのかも。かは分からないですけど。じゃ、いや、でもだから1位は秋山、俺が感じるのはね、はい、で2位が松井和夫、はい、で3位が松永、はい、やっぱ全部パ・リーグだよね。本当だ、セ・リーグじゃない。スイッチヒッター2人、スイッチもそうですね。そうだね。そうだ。じゃあ豊さん考えるネクスト身体能力高い、うん、まあ、今の3選手に匹敵してくるであろう選手、うん、はい、これ3名、はい、まず、はい、楽天の辰巳。あ、辰巳選手、うん、はい、あれ教え込んだら素晴らしい選手になるよ、うん、まずね、守備は言うことない、はい、まあ、うまいし、あの肩強いしさ、うん、で足も言うことない、はい、使い方を教えてやるとね、あとバッティングだけなんだよ。あ、でもバッティングもね、今年調子良かったんだけど、打順の変更とかいろんなチーム事情であって、はい、やっぱちょっとリズムが狂ったな、うん、だから狂わないような技術を身につけてほしいよね。豊さんがアドバイスするとすると、うん、どういうふうに今変えていくというか戻すというかした方がいいんですか。いや、今のままでいいんだよ。いろいろ話をしながら、う
こうその時に対峙するピッチャーに対してこういう考え方を持ちなさいとか、うん、まあ、いろんなことを言えば多分身体能力が高いから表現してくれると思うんだよ、はい、再現性はあると思うんだよね、うんうん、じゃあそこが伴ってくれば素晴らしい、いや素晴らしいよ、うん、辰巳選手だからあのまま埋もれるようだったら、あのままの成績で固まるようだったら、これはねやっぱ楽天が悪いな、あもう、まあ、本人も悪いかもわかんないけど、はい、やっぱそのぐらいの逸材だよ、うん、できるよ、はい、前述べた3名の中に入るぐらいの身体能力の持ち主、うん、でまず1人目は辰巳選手、はい、2人目は村上、ヤクルトの村上さ、はい、打つだけでホームランでドベッとしてると思うでしょ、はい、あいつ足速いからね知ってる村上1塁から2塁あれサイクル盗塁、はい、いやしましたよね去年したよな、はい、いや足速いんだよ意外と、そうですよね、そうそうそう、だからそれを錆びさせないようにしなきゃまずいけないということ、はい、だから彼は太る体質だなあれ、うんうん、だからもう絞るだけ絞っとかなきゃ、今よりもちょっとスリムにした方がいいですか、まあ、今ぐらいでもいいけど走れるんだったらね、うん、はい、あとはやっぱポジションだよ、うん、守備がもっと上手くなったら、はい、こう歴代のっていう風に入ってくる、すごい4番になりますね、いやすごい4番になる、そうですよね、うん、で2人目はじゃあそのヤクルトの村上選手、はい、そしてじゃあ最後3人目はこれはね阪神の佐藤、おルーキーだからもうやっぱりこれはね秋山クラスになる、すごいすごいだろ、はい、まず足がねあんなでかいのに速い、いや本当に速いですか、うん、でサードの守備、はい、うまい、うんうんうん、意外に、意外にいや反応するんだよちゃんと、はい、で落ち着いてる、うん、で送球も安定してる、うん、でバッティングはもっとこう慣れてくると安定感が出てくるよね、はい、そうなってくると50発50盗塁できるよ、これまだ達成した人いないですよね、 いるわけないじゃん、50-50って初めて50発やるやつは走る気ないよいやそうですよ50-50いきますか50-50の可能性があるということ、すごい40-40じゃない50-50 いやそれやったらすごいですよ、いやすごいだろ、秋山選手超え、秋山さん超えですよ、超えだよ、だそのぐらいの逸材だよ、あそう、ただまだまだ先は長いよ、はい、だからどれだけ節制してどれだけ体を絞りどれだけ野球に向き合うかっていうことで、はい、なんかこう俺が昔の人のねベスト3上げたぐらいの選手になれる選手たちで頑張ってほしい、頑張ってほしいですね、本当に、はい、一番心配なのは村上だよ、うん、あれ打つだけになるから、可能性としたらそうですね、足が、あだから常に全部で貢献するっていうふうに考えとけば、うん、そうですね、 あと辰巳も心配だなちょっとどんどん心配が増えてきたんだ、辰巳のインタビューの受け方があんまり好きじゃなくてさぼちゃぼちゃって喋るから辰巳選手はそこですね、うん、どちらかというとなんか糸井タイプかなって思っちゃうんだよねちょっと宇宙人な感じですかね、まあ、そこら辺がちょっと入ってるかな、なるほど、うん、じゃあ身体能力をさらにちょっと高めていって、そう歴代のね豊さんのその3名の中に入れるように頑張ってほしい、うん、5年後だな、5年後、うん、楽しみにしたいと思います、はい。